はい、どうもお茶です。今回もオーバーウォッチの方の実況プレイやっていきたいと思います。今日はですね、ほぼ毎回収録は深夜になるんですが、今回はなんとまだオンラインに今たくさんおそらくいる時間帯でありましょうね。はい、現在約20時30分ですね。そんな感じなんで、もしかしたら若干ふざけてる人もいるかもしれないね。はい、今回使うのはどうしましょうか。どうするかな。今回はちょっと特にこれといって決めない感じでいきますかね。その場その場でちょっと対応していく感じかな。どうしよっかな。設置系がいません。スナイパーがいません。トールブーンやるか。二人もいらねえんだよ、トールビョンは。一人で大丈夫だから。OK, OK。サポートが二人いるのは、まあ、ね、ルシオのね、回復量は若干、個人的にはあまり良くない気もするけど、防衛だからな。まあ、大丈夫でしょ、きっと。すまんの。前も言ったかもしれないけど、トールビョン3人ってね、無能だった時があるんで、自分はあまりあれなんですよね。攻撃チーム突入まであと30秒。どこ置くかな。成長が楽しみじゃの。ここ置くか。アレスを設置。よいしょ。よし、会心の敵じゃ。オッケーオッケー。5、3、2、1。攻撃チーム接近。目標 A。正面からかな全部。どうかな。若干これ偏差射撃というか山なりなんだね、弾が。お、あ、取れるかな。戻す。痛い痛い痛い。いいぞいいぞ。よしよし。攻撃されとる。でも無敵だぞ。なんか誰、あれ、これもしかしてタレット配置したところで超良かった。よいしょよいしょよいしょ。壊された。逃げろ逃げろ逃げろ。いやいやいや、死ね死ね、おじさん痛い。ここから改良を重ねる。手に物見せちゃう。ちょっとポンコツめ。いい感じになってきよった。オッケー。ここなら多分、ファラがいるのがちょっと厳しいですね。まずは土台じゃ。ちょっと待って、前に置きすぎても多分ファラに攻撃されて壊されちゃうんだよね。なんでここに置くのが定番かな。でルシオがいるんで、よいしょ。いいんじゃいいんじゃないの。いいんじゃない。いいんじゃいいんじゃないの。やばい、死ぬ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 
はい、行った。ほら、皆さん。うおー、ちょっと待って。消えたー、コッパめちゃに消えた。あぶ。あぶやめ。バックバック。うわーい。危ない。どこだ、どこにいる。二人してくるくる回ってるな。殴ってるだけでどうにかなった。痛いっすよ。痛いっすよ。なんじゃこりゃ。正義の雨に裁く。うわーとかさ、もうわけわかんない。はちゃめちゃだな。お、ラッキーテレポーター。ここから改良を重ねるんじゃ。どっか全体見渡せるとこないかな。もうちょい前線行くか。まずは土台じゃ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあ、もういる。なんかいるの。グッチョブグッチョブ。届くか。よしよしよし。残り60秒。アーマー配りましょう。どこ狙ってる？あそこか。ドロップザビーター。あぶ。どうも。あぶない。つかないね、俺もらうぜ。うおー。オッケーオッケー。よし、勝った。はい、あ。やったね。いや、やっぱおじいちゃんはね、取りやすいんだよ、プレイオブザゲーム。おじいちゃんは取りやすいね。うん、これはルシオだね。この破壊士で4キルってすごいな。どんだけこの破壊士に弾を撃たれたんだよと。うん、やっぱね、トールビオンは強いんだよな。さあ、じゃあ今のを1試合目としてカウントしましょうか。いやー、カットした試合は本当ひどかった。面白みがなんともないですね、本当に。ルンバーニに移動します。さあさあ、どうしましょうか。どっちだろう。攻撃か、攻撃か。うん、サポート系なるか。久々のマーシーでいきますかね。マーシーのね、衣装欲しいんだけどね、なんあまりいいのが出ないっていうか、多分今一つも出てないんだよな、悲しいことに。なんで一つぐらい欲しいんだよね。かといってトレジャーボックス課金はしたくない。あれはダメな課金、やってはいけない課金なんで。皆さんもね、あまりガチャに対する課金とかやっちゃダメですよ。ガチャ課金ほど恐ろしいものないですからね。よっぽどじゃない限り課金しない方がいい。ああいうのは
なんで俺ソシャゲ談義になってんだこれ。さあドクター。さあドクター。わかりました。飛んでいくぜ。突入まであと30秒。あ、早い。いや、ルシオいるのか。久しぶり。ルシオがいるのか。いやでも2人ぐらいサポートいってもいいんだけど、ちょっと破壊力ないかこれ。もしかして敵次第だけど。おこっちの方がいいかな。よっと。ああ、あ、いただだだ。接続を維持。ここは速さが大事だからな。ナイスタックル。よいしょ。あ、痛い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 。ああ、味方いた。できれば味方の元へ行きたかったんだけど、痛いです。痛いです。後ろは任せて。あいつの元へ行きたい。どうも。あ、ちょちょちょ。いや、まだ蘇生するべきだ。よいしょ、使っちゃうか。一旦使ってよかったんじゃねえの。英雄は死なず。そう、一人で使っちゃいけない。痛いよなこれ。あ、みんなみんな倒れてんじゃん。アルティメットもたまった。素晴らしいね。さてと、医者を呼びました。敵のテレポーターを探せ。おお、危ない。あいたい。どこか痛みますか。これは一度無理ですね。どこかテレポーターがある。一緒に探して。これ正面戻った方がいいです。よっと。え、マジか。いやー、やられたな。敵にもメイがいるか。でもルシオって今た、あ、ルシオ変わってる。あー、よいしょ。敵のテレポーターがあるはずだ。ここから突っ込んでいくしかないんだよな。ナイスナイス。いっていって。英雄は死なず。にってにって。また全滅。なんかダイブしてるんだけど。2人か。まあ2人だから攻撃系多くね。ちょっとディフェンス系欲しいんだけど。前方に敵のタレット。
あーちょっと待って、危ない。フリーザード、今どこでも行けるよ。はあはあ。ああ。残り30秒。お。回復する。いいぞいいぞ。見つけます。よいしょ。一人ぐらい残ってないとオーバータイムが取れない。ダメかな。あでもあれ入るかな。ダメか。あ入らないか。やっぱさ攻撃3人は厳しいと思うんだよ個人的に。プレイオブザゲームザリアかね。ここねフリーズからのこれ超強かった。もう俺そんな貢献したの。エディック完璧だ。いいやこれにしよう。いや防衛アシスト 92% 貢献ってなかなかだと思うんだけど、ただ母数が分かんないからね 92% の。はい今回はちょっと微妙な動画になってしまったな。面白みがなかったね。はいちょっとこのまま同じところの防衛はやりますが、まあ、それは動画にしないと思います。はいどうしようか動画にするどうする。はいですねパッとしませんでした。はいじゃあ今回こんな感じで微妙な2試合いや4試合かをお送りしました。それではご視聴ありがとうございました。多分明日もあげると思うけど明日は遅いかな。それじゃあご視聴ありがとうございました。次回もよろしければ見てください。それでは。